どうもアップダウンの阿部裕樹です。今日は竹森の絵を描いて歌ってみたを阿部が描き直してみた魔女の宅急便編です。昨日ですね、この描き直してみたというものをやってみたんですけども、テーマは寅さんでしたね。今回は魔女の宅急便ということで、僕自身ですね、魔女の宅急便すごい大好きで、音楽もいいですよね。今になっても本当に色褪せずにおしゃれというかね。まず竹森の絵を描いて歌ってみたをご覧ください。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。はい、ご覧いただきました。歌声はいい歌声してるなって思うんですけどもね、竹森くんのこの絵ですね、言い出したらキリがないんですけどね。手がごちゃついてるな、足がこうスケルトンになるっていうのは竹森の絵あるある。黒猫のジジほうきから生えてきてますもんね。これはね、おかしなところたくさんあるんですけども、この竹森くんの描いた絵をですね、今回は、描き直してみました。前回はですね、寅さんだったんで、実写をね、こう絵にするってのは非常にもうハードルが高いんですけども、今回はもうアニメでしたんでね、それをこう描かせていただきました。それではご覧ください。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことは